皆さんこんにちは、賃貸のまさきです。本日は私、大和西大寺にありますフェニックスアスカワンルーフのお部屋に今来ております。まずこちらの方はですね、最新設備とまたセキュリティに優れたマンションとなっておりまして、まずこちらの方にこのモニター付きインターホンがございます。お客様が来られましたら、こちらのモニターが映るシステムになっておりまして、こちらに解除ボタンを押していただきますと、オートロックの扉が開くようなシステムになっております。でこちらの方はですね、玄関部分になっておりまして、このようにシューズボックスが付いております。中の方はこのように取り外しが可能で調整ができるようになっております。で玄関入ってすぐにですね、このように玄関クローゼットや、またその向かい側にはですね、このように少しゴージャスなウォシュレット付きの洋式トイレがございます。はい、続きましてこちらの方がキッチン部分になっているんですが、このようにちょっとこう飾り棚をですね、カウンターがありまして、ちょっとこう物をですね置いていただいたり、レイアウトなんかもまたしていただけるんじゃないかなと思います。でこちら蓋口の IH コンロと、このようにシングルレバーで、上と下には収納していただきますし、レンジフードもついております。でこちらの方にはですね、食器棚や冷蔵庫を置いていただけるスペースももちろん確保しております。はい、続いてこちら洗面所の部分なんですが、このようにシャンプードレッサーですね。でこちら室内洗濯置き場、またこちらがお風呂の方になるんですが、少しワイドな広めな浴室となっております。で上の方には浴室乾燥がですねついてますんで、ぜひ便利にご活用していただけたらと思います。続きまして、中の方の洋室の方ですね、奥にちょっと進んでいきます。はい、そうしましたら皆さん、まずちょっとクエスチョン1ということで、こちらなんですが、皆さん何だと思いますか？残念でした。こちらですね、実は広いウォークインクローゼットになっております。もうタンスとかですね、もう持ってきていただく必要とか全くございません。続きましてクエスチョン2といきましょうか。こちら今私が立っているこちらの床なんですが、これ皆さん見てお分かりになりますか？もうフローリングですよね。見たら分かりますかね。実はこちらのフローリング、特殊な加工が施されております。どういった加工でしょうか？近いですね。実はこちらですね、このように床が沈むようになっておりますので、中敷きにちょうどクッションがついておりますのでね、下の方の音を気にせず、生活していただける一応床のフローリングになっております。でこちらのフローリングにはですね、こういった広々とした洋室もこのように確保しておりまして、上の方にエアコンがついてるんですが、皆さんこちらの映像でお分かりになられますか？私身長が175センチあるんですが、ほらこのようにですね、大変天井高が広い高いお部屋となっているんです。とてもいいですよね。すっきりしてまして、はい、それでこちらの方がバルコニーになってまして、ちょうど私からの正面、若手さんの皆さん分かりますか？ならば特徴のある一つの風物詩の山となります。以上でお部屋の方の、ね、ご紹介は終了とさせていただきます。詳しい内容は賃貸のまさきのホームページをご覧ください。奈良のおもてなし、品心、賃貸のまさきは皆様の部屋探しを応援いたします。ご視聴ありがとうございました。